I'm desperate for a sign that I'm not praying to the night sky. Let me know I'm not alone, that you will never let me. アメリカの教会の皆さん、こんにちは。私は鈴木エリコと言います。日本の埼玉県所沢市に住んでいます。私はお寺の娘として生まれました。そのお寺、仏教のお寺ですね、お寺の娘というのは日本ではとても家柄が正しくって、とてもみんなのお手本になるような、子供になることを求められていました。その中で私はすごく努力して正しく生きようと思っていましたけれども、中学生の時に私はその正しい生き方をすることに疲れ果ててしまって、もう学校に行くことができないという状態になってしまったんです。本当は怠け者だったし、とっても弱いし、なんか勉強がとっても勉強して真面目で友達に親切でという生き方をしなきゃいけないっていうことがとプレッシャーになってしまって、もう頑張れないって思ってしまったんですね。そしてまた大人の世界には本当に裏表があって、なんかそこに集まっていない人たちの悪口を言ったりする人たちや、学校の先生も本当は仲が悪かったりすることをすごく心が痛んで、とても疑問に思っていました。そして父親や母親に相談しても、それがそういう社会なんだよ、それが普通なんだよと、もうそれを目をつぶってその世に生きるしかないんだと言われていたんです。私はもうそれで、生きていくのが辛いなって、人間って信じられないんじゃないか、思うようになってしまいました。私に親切そうにしてくれる人が、私がもしこの場から離れたら後で何を言うんだろうかって、そういう不安でいっぱいになってしまったんです。そして学校に行けなくなって1年ぐらい経ちました。本当に家で何もしていなかったんですけれども、その私を見て両親は、学校変わったらいいんじゃないかということを言いました。そしてこれからどうしたいのか、どうしたらもう一回社会に出ていけるのかっていうことを話していくときに、私はできないんだって、できないって言ったんですけど、私の母はそんなのは甘えてる、今は私たちが守れるけれども私たちはいつか死ぬんだから、この先あなたの目で誰が見るの、そう言って私を突き放したんですね。まあ母は私のことを心配してそう言ってくれたんだっていうのは今になったら分かるんですけれども、その時はもう頼りたかった母親に突き放されてしまって、目の前が真っ暗になってしまったんです。一番信頼してたし愛していたし、一番私のことを分かってもらいたいと思っていた人に私のことを理解してもらえず、学校に行けないっていう状況の私を受け入れてもらえないっていうことを知って、もう私は見捨てられたというふうに感じました。その時に私は、親もダメならもう誰にも頼らない、でもいつか誰か一人でいいから私のことを本当に愛してくれる人を見つけようと思ったんです。そして私はしぶしぶ学校に戻り、中学を卒業し高校に進学しました。そこで私が選んだのはカナダに留学するという学校でした。そして本当に
その留学先は、まあ、クリスチャンの学校、ミッションスクールだったんですけども、私はそこになぜか不思議と平安があって、あ、何かいいことがあるかもしれないなという気持ちでした。不思議に私の両親もクリスチャンの学校に行くといっても英語が勉強できるし、まあ、とてもいいんじゃないかと言って賛成してくれたんです。そして、カナダに行って楽しい高校生活が始まったと思ったんですけど、やっぱりそこでも大変なことがありました。でもその中である時、みんなが、祈って賛美をして、ゲストの先生のメッセージを聞くという時間があったんですね。その中で不思議と、この人たちが信じている神様はいるかもしれないという気持ちになりました。私は神様はいるということは信じていたんですけども、どういう神様だったかなのかよく分からなかったんですね。でも仏教の考えでは、神よりも自分の力で頑張って救いを得なければいけませんでした。だからとても疲れ切っていたんですね。でもこの人たちが真剣に信じている神様のことをもっと知りたいと思ったんです。そして本当にこの神という存在がいるならば、あなたを信じていないということが、あ、ごめんなさいって、あなたを、私は仏教徒だしね、あなたを信じられないんです、信じられないけどあなたがいるっていうことが分かりました、信じられなくてごめんなさいっていうお祈りをしました。でもその後にカナダの友達が集まってきて、イエス・キリストを心に迎えたいですかと聞かれた時、もう私はうんと言うしかなかったんです。もうそれがクリスチャンになるっていうことは分かっていたけれども、とにかく神様が私に来て迫ってきて、もうイエス様を受け入れるしか、信じたいっていうふうに思いが変えられたんです。その後のカナダの生活はまるで、違っていました。英語を勉強するために来たんですけども、それからもう聖書の勉強がメインでした。本当に、友達からホームステイから、いろんな人からいろんな神様のことを聞いて、私は自分でも仏教徒で生まれ育った私でもクリスチャンになっていいんだということが分かりました。私たちがどんなに悪いことをしてても全部許してくれて与えてくれ、そしてあなたを限りなく愛してくれるんだよ、私はその言葉を聞いた時にこれだったんだ、私をありのままの私を愛してくれるイエス様という存在を私は求めてたんだ、本当にこのために今までの私の苦労があったんだなと思いました。そして私はそれまでは人を信じることが難しかったんですけれど、クリスチャンになってから人がとても好きになりました。私はやっぱ親を信頼できないという問題を持っていて、本当に親に甘えられなかったんですけれども、クリスチャンになってからそれができるようになりました。それが高校生の時で、それが今16年経つんですが、その私がクリスチャンになって2年後に弟もクリスチャンになりました。でも神様は本当に素晴らしくて、私たちの祈りをいつも聞いていてくださると思いました。なぜかというと、私と私の弟がクリスチャンになった時にお寺の後を継げないということを両親に言った時に、私の父親はとても怒りました。そしてそんなことを言うなら家を出てきなさいということも言いましたし、逆にもうそんな風にしか子供を育てられなかったという自分を責めて家を出て、彼は自殺をしようとしました。私たちは祈りました。本当にその間何もすることができなかったです。
でも神様は祈りを聞いてくださいました。彼は思いとどまって戻ってきたんです。そして私たちがいつまでたっても神様から離れない姿を見て、私の両親は考えを変えたようです。そして今は後を継がせようということをもう、考えないで、新しく別のお坊さんを、お願いして雇って、今お寺を継続しているんですね。そして私たちに自由に生きていいと、好きなことをしなさいと言ってくれています。不思議なんですけども、私たちがお寺の継がなかったから、今は昔は難しかった家族旅行もできると言って喜んでいます。東京に住んでいる弟の夫婦のところに来て、特別な、ケアを受けるために病院に通ったり、とても私たちを頼ってくれます。そして今は本当にこれで良かったんだ言ってくれるんです。私たち今は堂々と、私たちはクリスチャンですと私の周りの人たちに言うことができます。神様はこれから私の両親を救ってくれると信じています。私は今、家族から離れて暮らしているんですけれども、私の中に一つ思いがあります。それは本当に家族というものを回復するっていうことです。仏教の考えでは、日本の古くからの考えでは、家族っていうのは、親が子供をコントロールするような、そういう部分があるんですけども、そうではないっていうことが分かって、戦後日本はいろんな家族の形を模索してきました。でも今その家族がうまく機能していないんです。親が子供をケアすることをやめてしまったり、子供が親を尊敬しなかったり、また夫婦の関係が愛に満ちていなかったり、神様がを知らなくって、本当に神様が家族としてくださったのにそれを壊すような動きがとてもたくさんあるんですね。本当に日本は今いろんな問題がありますけれども、何よりもこの家族の関係が壊れている、社会の基本が壊れているということが問題だと私は思っています。でも教会には解決があります。神様には解決があります。神様の愛を知ったなら、私のように人は変えられます。愛を知ったらば人を愛することができるようになります。私はこの神様の愛を一人でも多くの人に伝えて、その家族の関係が修復されていくことを願っています。ぜひこれからも日本のためにお祈りください。ありがとうございました。